はい、えー、こんにちは。そっか、ジグの久保です。今回はですね、イーサリアムの出庫禁止、入出庫禁止というね、連絡ですね。ビットボックスをご利用の方はご用心ください。そして、並行して他の取引所でも同じような連絡が行くこと思われます、えー。このように書いてます。閉素よりビットボックスをご利用ありがとうございます。えー、2022年9月15日頃日本時間よりイーサリアム ETH においてネットワークのアップグレードが予定されております詳細についてはこちらをご覧くださいということですね、えー、下の方にリンク貼っておきます弊社ではネットワーク状況を鑑み2022年9月5日20時より今日からですねイーサリアムの入出庫を停止します 入出口につきましては、弊社で安全の確認が取れ、次第再開する予定です。再開のメ処ドが立ちましたら、再度お知らせしますということで、いつも通り連絡が来てますね。で、このイーサリアムのアップグレードによって、イーサリアム価格が、うん、待っていました。ボーンと上がるんじゃないかなと思う人もいると思いますが、それは誰にもわかりません。確かにね、イーサリアムがアップグレードすると、 うんなかなかね、アップグレードする前よりはいいと思うんですよ。ただ、何がどういいかの値段が上がるのかっていう、このロジックが理解できないうちは、投資じゃなくてギャンブルの色が強くなりますんでね、ご用心いただければと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。